はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は前私モバコレという通販サイトを紹介したと思うんですけど、モバコレで1万円以内でコーディネートをしてみました。よかったら見てくれると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、ということで今回も届きました。もう本当にモバコレはもう発送がめちゃくちゃ早くって、私つい一昨日の夜中ぐらいに頼んだんですけども届きました。開けていきます。今回はちょっと秋に今季流行ってるコーデを1万以内でコーディネート組んでみたので、よかったら皆さん参考にしてみてください。ではオープン。じゃん。中もねこんな感じでちゃんと包装されています。一つずつ紹介していきます。まず一つ目、じゃん、こちらのウエストポーチになります。開けていきます。ね、分かる方いると思うんですけど、エゴイストというブランドのものです。はい、こんな感じになってて結構割とちっちゃめなんですけど、まあ、ちょっと出かける時とかこのぐらいのサイズでいいかなと思います。はい、こんな感じになってて中にこのベルトがついてるんですけど、ここに通せばベルト兼バッグとして使えちゃう優れものです。で、今季こういうウエストポーチみたいなのもすごく流行ってるので、ちょっと今回これをセレクトしてみました。ちなみにこれのお値段は元が3980円プラス税なんですけど、セールで2149円になってました。では2つ目、じゃん、こちらになります。開けていきます。はい、こんな感じのシャツになってるんですけど、ここにちょっとリボンがついてるのでこれも一緒に開けていきます。で、開けるとこんな感じで、なんかよくあるコルセットみたいな感じになってて、で裏はチャックになってるタイプで、このレースアップがもう今年のトレンドなのですごく可愛いです。で、これちょっと肩落としても着れたりするし、前後ろ逆でも着ることができるのですごく便利かなって思います。で、このベルトも一緒にウエストにつければウエストもキュッてなるので、すごいスタイルがよく見えると思います。と、袖の部分もね、一回クシュッてなって、袖口のところがふわってなってるので、もう本当に今季のトレンドの形そのものです。このシャツ本当に可愛いです。で、これ元が2990円なんですけど、セールで1717円になってました。続いて3つ目、じゃん、こちらになります。開けていきます。はい、こんな感じの黒のワイドパンツっていうのかな、広がっていくような形のパンツになってます。で、これ素材がちょっとリブニットっぽい感じになっていて、すごくこれからの時期にめちゃくちゃ使えそうな素材になってます。で、こうやってやってみるとちょっと透けるぐらいの感じなので、まあ、ちょっと冬には寒いかなって思うので、下にタイツとか履いてきたりとか、まあ、秋はちょうどいい感じかなって思います。すごく形も綺麗でめちゃくちゃスタイルアップできそうなパンツです。ちなみにこれはスライのものです。元が5990円なんですけど、これもセールで3234円になってました。これもね、約半額で買えてしまいます。本当にモバコレってこういうなんか、そうスライとかエモだとかジェイだとかアズールとかもそうだし、そういうなんて言うんだろう、マルキューとかに入ってるようなブランドものがセールで買えてしまったりとか、普通に新作のものも 10% オフになってたりとかするので、すんごくお買い得で、よく私はチェックしてます。しかもこれポケットもついてるのでめちゃくちゃ便利だと思います。やっぱりポケットがあるだけでも携帯入れたりとか、ちょっと切符とか入れたりするのにも使えると思うので、結構なんかフェイクのやつとか多いんですけど、私ポケットついてるの個人的に好きなのでめちゃくちゃ気に入りました。4つ目、じゃん、こちらの靴です。開けます。はい、こんな感じになってます。これブラックじゃなくてネイビーのベロアの素材の靴なんですけど、通販で見た時なんかベロアだしちょっと硬そうだなと思ったんですけど、実際届いてみるとすごい柔らかくって履きやすそうな感じになってます。もう今季マジでもうベロアが大流行してるので、これは本当に一つ持っておくとすごい便利かなって思いました。スキニーでももちろん合うと思うし、スカートとかちょっとエレガントに着たい時も全然履けると思うし、なんかかっこよく決めたい時でも、ブルーはブルーだけど深いブルーなのですごいいい感じに決まるかなって思います。で、これはちなみにレトロガールというお店のものです。元が2990円なんですけど、セールで2149円になってました。これも約1000円オフで買えちゃいます。
ね、今季ほんと流行物なのにセールで買えるのがすごく嬉しいです。はい、であともう1点あるんですけど、ちょっともう1点足してしまうと、合計が1万22円っていう22円オーバーになっちゃうんですけど、まあ一応紹介しておきます。はい、こちらです。こんな感じでキャミソールになってて、でレオパード柄になってます。ちなみにこれはアズールのものです。さっきのシャツの下に何も合わせなくてもいいと思うんですけど、このレオパードを入れるとよりおしゃれ度が増すかなと思って今回買ってみました。なかなかねこれだけで着るのはちょっと派手すぎるので、今回やったみたいにシャツの下に着るのもいいと思うし、あとはまあこの上からなんかキャミソールかなんかみたいなの合わせてもうまく着こなせるんじゃないかなって思います。でこれ元が1990円なんですけど、セールで773円になってました。めちゃくちゃ安くって、もうこれはちょっと買ってみようかなと思って挑戦の気持ちも込めて買ってみました。はい、以上5点で1万22円でした。でこのタンクトップを合わせないと9249円です。1万円以内って言ったんですけど、約700円残すコーデになりました。今回のコーディネートもちょっとブログの方でアップしようかなって思います。概要欄に載せておくので、よかったらそこから皆さんチェックしてみてください。はい、今日はこんな感じで、前にも紹介したモバコレというサイトで1万円以内でコーディネートを組んでみました。この前やった1万円以内のコーディネートはリエリーという通販サイトでやったんですけど、それもまた概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。今回のモバコレはいろんなブランドのものがいっぺんに見れるし、いっぺんに頼めていっぺんに届くので、すごく便利なサイトです。やっぱりなんか私もそうなんですけど、いろんな系統にチャレンジしたいって思う方は、一つのブランドで見るよりも絶対いくつかのブランドで見た方がいいと思うし、あと今季流行りのものとかも いくつかのブランドで比べることで、なんかそのこっちのブランドでは高すぎるけどこっちのブランドでは安いから買ってみようかなっていう気持ちになれたりだとか、いろいろ比較ができるし、いろんなバリエーションとかいろんな形とかも見れるので、すごくいいのかなって思います。モバコレ自体もね、結構セールとかやってたりするので、よかったら皆さんもぜひチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。